さあ審判団ヒーローに乗りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半を終えまして、そのスコアは金沢大学0点、富山大学10点と富山大がリードする展開になっております。双方とも決してお互いに見劣る状況はありません。非常に素晴らしい攻守を見せております。攻撃も非常に機能しております。互いに押し込む力はあります。しかし勝負どころで決めた決めないの差が今現在得点の差として現れています。これは本当に面白い展開になってまいりました。もちろんこの点差のまま推移するとも思えない、それほど白熱した一戦となっております。とはいえ現時点では富山大学がリードする形で前半戦を終えました。さあ後半戦どのようにこの試合推移していくでしょうか。まもなく後半戦再開となります。個人的な感想で申し訳ございません。戦前の状況、シーズンが始まる前の状態は富山大学、確かに北陸ボールを前線しましたが、とはいえ強豪2校にかなうかどうかは疑問視でした。ですが同時に両校の動向がそれほど明確でなかったという点も気にはなっていました。それが一つ顕著として現れたのが前節だったように思います。とはいえ薄氷の一戦であったことは、その試合の内容をさせていただきますとよくよく理解ができる、それほどの緊迫した一戦でした。この点において、この一戦において果たしてどうであろうかということが、私自身も疑問を持ちながら興味を持っていました。現時点それが必ずしもまぐれではなかったことがよくわかる前半戦となっています。富山大本当にすごい躍進を遂げています。さあ金沢ここで踏みとどまり、ここまでの王道を突き抜きました。その歴史をさらに続ける形になるでしょうか。あるいは富山がここで逆転優勝という形になるでしょうか。後半戦開始となります。後半戦は富山大学のキックオフで開始する形になります。キックオフしますのは富山大学39番の武見です。興南高校出身。対します金沢大学は5番と6番がリターナーに入っています。5番は松本、岡崎城西高校出身2回生。久保田は6番です。岩田南高校出身3回生です。届きましてタッチバックとなります。タッチバックとなりまして、神奈川大学25ヤード単独を打ってからして後半戦が開始することになります。神奈川大学自陣25ヤードからのオフェンスになります。さあ現在ビハインドにあります神奈川大の攻撃で後半戦も始まります。自陣25ヤードから神奈川大学ファーストダウン10。さあまず中央へのプレー、テールバックに入った選手にボールを託しまして中央突破を敢行しました。富山しかしディフェンスになりまして、ゲインは2ヤードほどにとどめております。
金沢大学セカンドダウン8。セカンドダウン8。大号フェイクにしてクォーターバック2番キープレー、左オープン展開図りましたが、これを富山見事しておりまして、サードに変えます。少し金沢大学ロスしてしまいました。サードダウン変えましたのは41番の土屋でした。春日部高校出身の1回生です。このサーランボギの状況、ランプレーで突破しました。約17ヤードほどのゲインをして、ファースターを更新しました。放送しまして、一気に攻撃権更新です。関西大学ファースター。まず最初のシーズン攻撃更新になりました。関西大学5番の松本です。岡崎城西高校出身2回生です。さあ、関西大学、自陣38ヤードからファーストアンテ。さあ、またあります。中央ダウンプレー。キャリアは同じく5番でしょうか。密集点突破を果たしました。オフェンスラインのブロックを機能しまして、約5ヤードのゲインとなっています。バックは5番、松本優斗、2年生。オフェンタイムアウト。視聴者のためのタイムアウトを取ります。ここで富山大学に負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが入っております。レフリータイムアウトを解けまして、試合再開。関西大学セカンドダウン5。セさあ、再び中央へのラン。今度はオフェンスラインがモール状態で進みまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。サードダウン。カナダ大学サードダウン2。更新になったか。わずかに届いていないフォースター。どうだ。これはファーストン。失礼しました。攻撃権更新です。ファースター。非常に際どいプレーでした。カウンターを受けました。ハーフバック5番。右オープン展開を図り、タックル受けましたが、ギリギリのところ体を伸ばし、攻撃権更新になっています。関西大学ファースター。執念で攻撃権更新しましたのは5番の松本でした。岡崎城西高校出身2回生。金沢大学手前のシーバー3枚の体型。さあ、金沢ファーストアンテン、ここでホイッスル。ここでプレーが止まった。チームタイムアウト。金沢大学金沢大学タイムアウトをしました。ここで金沢大学が前半失礼しました。後半1回目のタイムアウトを使います。
一旦は途絶えかけた攻撃を継続する形に成功しました金沢大学。ここでリセットする意味かタイムアウトを使いました。さあタイムアウトを受け出して試合再開です。金沢大学自陣48ヤードからファーストダウン10。反則発生です。反則があった模様です。さあ、この倒れた瞬間にありましたファールのように感じます。もったいないよ。レイトヒット。パーソナルファール。ディフェンスの反則です。レイトヒット、プレー終了後のヒットです。この行為は危険な行為として重大な反則に扱われます。15ヤードのペナルティー、従いましてオフェンス15ヤード前進し攻撃権更新、ファーストダウンとなります。非常に早いタイミングの断定を金沢大学前現在行使しています。古典的とも言うべき T フォーメーションで早いダイブプレーとそのカウンター気味のランを展開しますが、この反応の速さにディフェンスレイトヒットを犯しました。さあ金沢相手陣33ヤードからのファーストアンテ、カナダ大学ファースト安定。さあここでオプションプレーを展開します。トータワーク2番自らキープの判断をしまして、この判断構想し約5ヤードから6ヤードのゲインとなっています。オプションしましたのはトータワーク2番の林です。飯田高校出身の3回生です。金沢大学セカンドダウン6。さあそして中央ダンプ、今度はキャリア5番密集点飛び込むように約4ヤード近いゲインを奪っています。キャリア5番は松本です。岡山城西高校出身の2回生です。金沢大学サダン残り1ヤード、見事攻撃権更新になっています。金沢大学ファースト。ウォータータイムアウトです。金沢大学じりじりと敵陣に食い込んでいきます。ここでウォーターブレイクに入ります。
さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。金沢大学敵陣23ヤード相手陣22ヤードからのファーストアウト。からクォーターバックには右奥に展開をしようとしました。しかし袖を見計らいました。富山大学99番見事にロスタックし大きくロスに変えています。見事対応しました富山大学99番のビッグプレーです。大幅にロスをしてしまいました。セカンダウン25、26といった状況です。プレーが再開します。パス不成功。クォーターバックが左に流れてその逆サイドにスローバック。87番にパスを投じましたがこれは富山許さずパス不成功。サーナンに変えます。金沢大学サーナン26の状況、失礼しました、28に訂正します。さあ依然しても厳しい状況、突破なるか富山防ぐか。パス成功。まずパスインコンプリート。クォーターバックが奥に走り込んだ。9番にパス、ディフェンスリーグ9番これをキャッチすれば一気にエンドゾーンかというところ。しかしオーバースロー、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。金沢大学フォースダウン28、プレーします。フォーメーション組んでいる。おっと金沢大学ギャンブルを選択か。パスは通っている、パスは通っているがどうか。金沢大学パス成功。キャッチしたのは0番はキャッチしているが、しかしファースト更新にはならず、攻撃権更新には至ったかどうか。失礼しました、金沢大学ファースト更新です。現在フィールド上混乱しています。少々お待ちください。金沢ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。先ほどのプレー攻撃権更新になりました。なんとギャンブル決まりましてファーストダウン獲得です。金沢大学ファーストダウン。状況の確認遅れまして誠に申し訳ありません。素晴らしいプレーで攻撃権更新になりました。金沢の攻撃継続です。時計を直してください。3分40秒してください。ここで時計の訂正が入ります。3分40秒に第3クォーターの残り時間変更となります。
さあ窮地を脱しました金沢大、相手陣12ヤードから11ヤードからのファーストダウンテ、ここでエクスチェンジミス、落としたボールを抑えたのは富山大、したがって攻守交代、ターンオーバー、攻撃権富山大に変わります。凄まじい転換点になっています第3クォーター。状況をしのぎました富山大の攻撃、ボールは自陣12ヤードからのファーストダウンテ。さあここでランプ、相手ディフェンスの助けを見事すり抜けまして、キャリア左オフタックル付近突破し約5ヤードのゲインに変えています。ボールをゲインし生還だ。逆のため番号の確認が少々困難になっています、誠に申し訳ございません。富山大学セカンドダウン5、続いて QB のランを選択。さあクォーターバック、今度はキープレーを展開した、フェイクしました左方向にランを展開しまして約2ヤードのゲインを奪っています。クォーターバック12番は森瀬です。川越東高校出身のプレイヤーです。しかしそれほどのゲインはすることができず、サーダウン4、富山大学サーダウン3。隙間を縫うように走り抜け、一気に相手陣15ヤード付近まで前進しての攻撃転向進。富山大学ファーストダウンとなっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは取られています。まさかこれほど激しい展開になろうとは、すごい一戦になっております。見事なプレーを決めましたのは富山大学39番の武見でした。興南高校出身の2回生です。富山大学一気に敵陣に食い込みました。さあ試合再開です。富山大学相手陣16ヤードからのファーストダウン10、キャリアは24番の吉永でした。朝日野高校出身の3回生、ここで仕事をしました9ヤードゲインです。
富山大学セカンドラウンド残り1ヤード。ここでランプレーを展開しようとしましたが、関西大学ディフェンスフロントが今度は押し返した。圧力をかけまして最後は5番、59番でしょうか、その密集点押し返し形でこのランプレー阻止しサーダウンに変えます。59番は大谷、静岡市立高校出身の4回生。5番は松本です、岡崎城西高校出身のプレイヤーです。城西高校でしょうか、失礼いたしました。パス不成功、ここで勝ちのパスを出ました。後ろを受け込んだレシーバーにパスを通しました。しかしディフェンスダブルカバーでこれを阻止しフォースダウンに変えます。富山大学フォースダウン3、フィールドゴールトライ、フィールドゴールフォーメーションを選択。キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。富山大学ここはフィールドゴール成功、3点が入ります。富山大学13点、金沢大学0点、リードを13点に広げました。一時は得点を奪われるかという非常に厳しい状況、しかし一瞬の隙を突いたミスを生かし、逆にフィードゴール成功しリードを広げる形に富山大成功いたしました。その富山大学のキックオフで試合再開となります。8ヤード付近からの攻撃となります。3クォーター残り8秒、金沢大学自陣8ヤードからファーストダウンテ、さあ中央へのプレー、ランニー枠にハンドオフしまして中央密集点突破を図りました。タックルを受けましてゲームは約5ヤードほどに転がっています。ここでホイッスル、転ばない頑丈な肉体を持っています。素晴らしいしかしランをしましたのは金沢大学の21番の神田です。ここで3クォーター目が終わりました。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして金沢大学エバーグリーン0点、富山大学ファイヤーブルズ13点、富山大学が13点リードして最終クォーター第4クォーターに移ります。